続いてのチームはエントリーナンバー45ポン部門ユースラージ編成キッズチアピーチーズピーチーズワンダーの皆さんです。熱い体育館でピーチーズワンダーの皆さんこんにちは。日本チアダンス協会の下川さやかです。関西予選にエントリーありがとうございます。頑張ってください。ワンダーパワーで頑張ります。下げる角度も揃えていきましょう。はい、トータッチしっかりとつま先をポイントに伸ばして行ってください。ローベイが少し体よりも後ろに行ってしまうのがもったいないですね。しっかりと正しい位置で止めて行いましょう。はい、スプリットジャンプは体の斜めの向き方向も揃えていけるともっと良くなりますよ。少し視線が下を向いてしまうともったいないのでしっかりと目を開いて正面を向いて踊るようにしてください。フォーメーション向かって右側が少し狭くて左が広くなってますので均等に広がれるように頑張りましょう。はい、ロールオフで衣装の後ろ側の色が見えてとても綺麗ですね。はい、移動の時も横を見ずに移動できるともっといいですね。パッチのタイミングから合わせていきましょう。ガイナス、その先をしっかり伸ばして、はい、あと組み方もですね、あと右手は肩の上に乗るようにちょっと狭く感じますのでもう少し広がった方が足上げやすいかと思います。はい、少しタイミング早くなっていきました。早い曲でもラムモーション合わせていきましょう。はい、柔軟性いいですね。音楽に当ててとても可愛いと思います。移動するときに走るだけではなくて何かアームポーションがついてくるともっと良くなります。はい、このフロアを広く使えてていいと思いますよ。シングルピレットをつま先伸ばしてパッてつけるようにしましょう。ちょっとフォーメーション見えにくいですので、多分バッテンの形だと思うんですけれどもしっかりと感覚を均等にとって行うようにしてください。はい、アームポーションばらつきが目立ってきたのでしっかり揃えて行いましょう。足元の開き具合も大きさ違うので全員で大きく広げられるといいと思います。はい、人数を生かしてフロアいっぱいに広がって踊ってくださいました。もう少しアームモーションのため意識してまた足元まで美しく踊れるように頑張って練習してください。ありがとうございました。